はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。今日もカメラの話なんですが、今日はですね、この 1DX の話なんですけど、 1DX っていうのはもう10年、前の、フラッグシップキャノンのフラッグシップ機なので、今は最新が 1DX Mark III、 一丁前が Mark II で、これが 1DX ということで、もう10年経つんですね。なのでメーカーのサポートは今年2022年で切れるんですけど、まあ部品がすぐなくなるわけじゃないので壊れて修理ができないということではないんですが、まあメーカーの公式サポートは切れるということですね。ただまあプロの間では意外とこの発色が好きで 1DX を使ってる、ずっと使ってるって方も、私は知ってます。で、今日は何を喋るかっていうと、古いカメラなので、まあ、10年前の、カメラなので、まあ、最先端の機能っていうのは実はついてないというか当時なかったんですよね。で、まあこれはですね、GPS もついてないはずですよ、確かね。GPS もないですし、GPS 確かなかったと思うんですけど、ね、GPS はないですね。通信機能っていうのは、ここに RJ45 がついてるので、有線 LAN は使えるんですよ。だから本当業務用ですよね。確実にこう有線 LAN で、サーバーに接続して、例えば動画を、1DX から配信するとか、あるいは写真を、まあ、業務用でその都度 LAN で、有線 LAN で、サーバーに流して、で、それをリアルタイムで出していくみたいな使い方なんだと思いますが、個人ユースで、あってほしいなと思うのが、やっぱり Wi-Fi 機能なんですよね。で、7D マーク2、私の持ってる 7D マーク2はですね、記録メディアが、デュアルスロットで、1枚が CF コンパクトフラッシュで、もう1枚が SD が入るんですね。で、2枚使わないですけど、 SD のところにキャノン純正の、Wi-Fi カードっていうのがあるんですよ。で、それを入れれば、記録はコンパクトフラッシュで、 SD のところはキャノン純正の SD、カードの中に Wi-Fi 機能が入ったやつ、記録はできないんですけど、まあ、それで 7D Mark II は Wi-Fi で飛ばせるんですね。で、キスデジはですね、最新のやつはもちろん Wi-Fi ついてますけど、私の持ってる X7 はついてないので、これも今はもうね発売中止になってますが、東芝から、Wi-Fi 機能のついた SD カードっていうのが販売されてまして、で、それを突っ込んでますので、まあ、単体で SD カードに記録もできるし、あんまり容量多くないですが、Wi-Fi でもスマホに飛ばせるわけですね。ところがですね、この 1DX は、こう、メディアデュアルスロットなんですが、SD が2枚なん、SD じゃなくて CF が2枚なんですね。コンパクトフラッシュが2枚なので、コンパクトフラッシュ自体もあんまり需要が多くないので、安くないんですよ。高いんですよ。SD カードに比べるとね、高いんですけど、まあ1枚目には昔から使ってる、これは何ですかね。1枚目は、まあ普通の 32GB のコンパクトフラッシュを、これを使ってる。で、これエラー、これ安かったですけど、エラーないですよね。そんなに連写もしないので、スピードもあんまいらないんですし、133倍って書いてますけど、本当かどうか知りませんけど、32GB を1枚入れて使ってました。で、Wi-Fi カードっていうのは、もちろん純正でもないですし、キャノンのね。で、サードパーティー製でも、
SD カードはあるんですけど、CF はないんですよ。で、見つけたのが、こういうですね、コンパクトフラッシュの、まあ、形してるんですけど、コンパクトフラッシュの中に Wi-Fi がついてるんですよ。で、Wi-Fi がついてて、これ自体は記録する能力はなくて、で、記録どうするのかっていうと、ここにですね、マイクロ SD が入るんですよ。もうね、スマホとかに入れるあのちっちゃいマイクロ SD。マイクロ SD をここに入れることによって、記録はマイクロ SD にさせる。で、このコンパクトフラッシュのアダプターの中に Wi-Fi 機能が入ってるっていうのなんですよ。これ台湾製なんですけど。で、まあマイクロ SD は何でもいいんですけど、まあ写真撮るのでなるべく早い方がいいですよね。信頼性の高いのだったら、あのサンディスクとか、あるいは日本製のキオクシアとか、前の東芝ね、とかあるんですけど、これも台湾製ですけど、これ何ですかね。小さくて読めないや。なんとかパワーでしたっけ。なんかこれも台湾のメーカーですけど、結構早くて安いんですよ。これ 128GB ですけど、2000円ちょっとしかしません。で今のところエラーなくて早いです。で、この CF カード、CF アダプター、これもですね、Amazon で2000円ぐらいしかしないんですよ。安いんですよ。だから、何ですかね、両方買っても4000円ぐらいですよね。で、こんなのは、マイクロ SD なんて、128GB もいらなければ、32GB とか 64GB とかでしたら、その辺の電気屋さんとか、何ですかね、ドンキとかに行けば、多分1000円ぐらいで売ってますよね。そんなんでいいと思うんですよね。で、これを挿して入れます。で、1DX の中にこれを2枚挿すと、まあ、記録ができるのと、あと専用の、アプリが、Android も、それから iOS も両方ありますので、それを入れれば、Wi-Fi でスマホに飛ばせます。で、2枚挿すと、どういう記録の仕方をするかっていうと、私、ローデータは使いませんので、JPEG 取って出しなんですけど、2枚挿してる場合は、通常モードだとどっちか指定するんです。多分 1に CF を入れてて、2に Wi-Fi のアダプター入れてて、1を指定してると1だけにずっと、まあ JPEG だけじゃなくても何でもいい、あのローでもいいんですけど、ずっと書き込みを続けるわけですね。なくなったら終わりで、自動にしておくと、1にずっと書き込んで、1の容量がなくなると自動的に2に切り替わって、どんどん2に書き込んでいく、まあ予備ですね、という使い方。それから、もう一度何だったかな、4つモードあるんですよね。で、それから何モードだったっけ、4つありまして、振り分けっていう機能があって、振り分けは1と2両方に書き込むんですけど、1と2の書き込みの形式を変える場合、例えば1に JPEG をずっと記録して、2の方に、JPEG でも例えば、ミドルサイズとかスモールサイズとか、あとはローとかいうのを、要するに1と2と異なった形式で記録する場合、同時にね、同じもの、同じ写真を違う方式で記録する場合は振り分けっていう機能が使えます。ただこれをやるとですね、一度に連写できる枚数が減ります。減るって言っても、今の私のこのコンパクトフラッシュカードでバーストモードって言って、ずっとシャッターを押し続けてね、シャッターをずっと押し続けて連続で撮れる枚数が、この CF カードだと、私のだと52枚撮れます。これは CF カードの能力によって変わります。もっといいやつだったらもっと撮れると思います。この安い CF カードだと52枚いっぺんに撮れます。だけど52枚いっぺんに撮ることはないので、
1秒間に12コマ最高取れるんですけど、52枚いっぺんに取れるったって5秒間ずっと押しっぱなしにして52枚取ることはないので別にいいんですけど、これを例えば振り分けで1の方に JPEG、 2の方にローとかにするといっぺんに取れる、連写できる枚数が15枚とか25枚とかにガタッと落ちますけども、違う形式で記録ができる。で、あとは同一書き込みっていうモードがあって、これは全く同じ形式で同時に2つの記録メディアに同じものを書き込みます。写真の番号も同じになります。で、私はこの同一モードにして、同一書き込みモードにして、コンパクトフラッシュとそれからこの、Wi-Fi CF アダプターと全く同じものを同時に書き込むようにしました。で、そうすると1の方は今までずっとコンパクトフラッシュとして使ってますから、パソコンとかにこうバックアップするときにね、 CF カード抜いてアダプターに挿して、リーダーね、カードリーダーに挿してパソコンのハードディスクに全部バックアップ取りますね。だけど、その場で Wi-Fi で、スマホに飛ばして、例えばインスタで上げたいとか、あるいはいいカメラなのでそこで人物を撮った時にその人に直接あげたい、例えば LINE で送ってあげたいとか、ファイル交換で送ってあげたいとかいう時に、今までだったら、有線 LAN を使って、スマートフォンを、サーバーにしてそこに送り込むっていうのは前やったことありますけど、これをやるとね便利なんですけど、ルーターが必要なので、それから RJ45 に LAN ケーブルを挿しますので、どうしても LAN ケーブルがビュービュービュって出ますので、カメラから、それがめんどくさい時がありますから、Wi-Fi だとね、その場でスマートフォンから指示を出して、カメラから Wi-Fi で取り込んでそれを上げればいい、あるいは、インスタとかね SNS とかに上げればいい、すぐ上げられるというメリットがありますね。で、同じものを書き込んでるので、私は JPEG のラージサイズで書き込んでるんですけど、同じ写真を CF とそれからマイクロ SD に記録しますので、もしね、今までそんなことになったことないですけど、もしもデータが欠落した時に同じものを両方書き込んでますので、データの復旧ができる可能性がある、あるいは仕事で、記者発表会とかね、そういったところに行って取材で行って撮ってる時に、CF がエラーを起こしたとかね、マイクロ SD がエラーを起こしたとか、いう時にでも両方同じものを書き込んでるので、どっちかが生きておれば、データの損失は、ゼロとは言いませんけども、比較的損失は少なくて済むというメリットがありますよね。で、その場でやっぱりスマホで見れる、あるいは取り込める、またそれを他の SNS とかね、そういったのに流すことができるっていうのは便利でしたね。まだ使ってみて、そんなになんか本格的に撮影に行ってそれをすぐその場でスマホでどうこうしたっていうことはまだないんですけど、明日からやってみようと思いますけど、できるのは非常に便利だなというふうに思いました。で、CF は高いので、先ほど言ったように CF は私 32GB のしか持ってないんですけど、でもこれでもね何千枚か撮れますけど、マイクロ SD は 128GB を買っちゃったので相当撮れるんですよね。だからしばらくなんか整理したり消したりなんたりしなくてもずっと撮りっぱなしの状態で、そのまま中身整理しなくても大丈夫かなというふうに思いましたね。それがいいところなのかもしれません。これね、ラージサイズ、 JPEG のラージサイズで 128GB で今見たら9220枚取れるみたいです。だから9220枚とか取らないので、そんな簡単になくならないので、もうこのまま何にも整理せずに入れっぱなしで、なくなるまでこのまんま、で大丈夫だと思います。この 1DX で撮った写真のもうアルバムですよね。なくなる、9220枚撮る頃にはマイクロ SD も大概使い
倒してますから、その時は新しいマイクロ SD をまた挿せばいいわけですね。また買ってね、新しいやつという風な。で、パソコンのハードディスクにはコンパクトフラッシュからその人バックアップ取ってますので、まあ、別にね、データのバックアップし忘れもないので、でもどうしても必要だったら今まで全部取りためた、マイクロ SD カードからバックアップを取っていけばいいということで、ちょっとこの 1DX が便利になったかなと。あまりね、これまあ、台湾製だからとかいうわけじゃないんですけど、サードパーティー製なので、この CF アダプター、Wi-Fi 付きの CF アダプターのこう信頼度っていうのがあんまり、なかったし、それからレビューね、Amazon とかのレビューもあんまり高成績なものがそんなになかったんですけど、だからこの機種によってね、ひょっとしたら相性とかあるかもしれませんし、使える使えないがあるかもしれませんけど、私の 1DX では普通に使えました。大丈夫でした。Wi-Fi にちゃんと飛ばして、スマホで、アプリで見ることができましたので、まあ、いい買い物だったんだろうなというふうに、思います。まあ、あとはその Wi-Fi 機能云々は別として、CF 自体が高いので、こういうアダプター、これね、Wi-Fi の付いてないアダプターもいっぱい売ってるんですよ。もっと安くて。で、その場合は、マイクロ SD のやつもあるし、普通の SD をここに入れる CF のアダプターも売ってるんですよね。Wi-Fi 機能付いてないんで、もっと安いですけど、1000円台であると思いますけど、そういうのを利用すると、業務用でそれ単体で使うのは、ちょっと怖いですけどね。データの欠落とか、故障とか、エラーとか怖いので、さすがに業務用で仕事で使う場合には、ちゃんとコンパクトフラッシュ単体のものをちゃんと入れますけど、まあ、趣味とかで使う分にはこういうアダプター動くんだったらね、使えばマイクロ SD カードとてつもなく安いですし、SD カードもまあ結構安いですし、国産メーカーのね、キオクシアのやつももうドンキで売ってるぐらいですから、ちょっと安売りの日とかセールとかを見つければ、秋葉原とかに行けばサンディスクのやつとかね、あれ永久保証ですから、サンディスクのやつなんかもマイクロ SD とかだったら安いですよね。でそういうのを突っ込んで使えば、速さはなんか遅いとは感じませんでした。2枚同時書き込みしても、まあ、もともと2枚同時書き込みするように作ってあるカメラなので、別になんか無理して2枚に書き込んでるわけじゃなくて、そもそも2枚に同時書き込みするしても大丈夫なように作ってあるカメラなんで、そこがフラッグシップ機のすごいところですよね。だからまあ使えるであればこういうの試してみるとランニングコストが安くなるし、まだ Wi-Fi 機能付きであれば、まあ最近のカメラ全部 Wi-Fi ついてますけどね、ついてない古いカメラをお持ちの方っていうのは、こういうのを活用して、今スマホ持ってないとね、もう生活できないという人が多いですので、スマホにどんどん転送して、SNS に上げたりとか、人とファイルの交換をしたりとか、まああと、まあモデルさんとかね、撮らせてもらった時に、すぐその場で、家に帰って、CF のリーダーを通してパソコン通してとかそんなことしなくても、とりあえずすぐその場で JPEG 画像を、モデルさんにすぐ送ってあげられる、その場で送ってあげられるっていうのは、いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな使い方するんだったら最新型のカメラ買えっていう話なんですけど、そんな金はありませんので、古い10年前のカメラでどうやって最新のねテクノロジーに対応させるかというので、ちょっと便利なものを見つけて、まあ、テストしてよかったらね、動画にしようと思ってたのでやってみました。はい、そんな感じで今日は Wi-Fi 機能付きの CF アダプターを使ってみたというお話でした。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。